ようこそお越しいただきました。ここは私稲川淳二がプロデュースした恐怖の屋敷です。この世の中には怖い話、不思議な話がたくさんあります。この恐怖の屋敷は皆さんにそんな怖くて不思議な話をお聞かせする場所を提供したいと思いまして、私が作り上げたんです。あなたもこの屋敷で呪いとは何か、心霊現象とは何か、そして真の恐怖とは何か、それを体験してみてください。ただしこれだけは言っておきます。決して面白半分でこの屋敷に足を踏み入れないでください。この屋敷に一歩足を踏み入れた瞬間からそこは呪われた空間になっているんです。あなたの身に何が起こっても私にはどうすることもできません。いっそこのままお帰りになった方がよろしいんじゃないですか。それでもあなたがどうしてもこの屋敷に入りたいと望まれるならば、私はこれ以上何も申し上げません。どうぞ屋敷にお入りください。おや、とうとうあなたはこの屋敷に入ってしまったんですね。仕方ありません。ではあなたには存分に恐怖を味わっていただくことにしましょう。そこであなたが恐怖に負けてしまうか、それとも霊の世界を十分にご理解してお帰りいただけるか楽しみです。私はご理解いただけることを祈っております。それではこれから私が話すことを一言一句聞き逃さないようにしてください。脇見をしてもいけません。心の奥底で私の話をよーく聞いてください。どうですか、怖かったでしょう。だから私はお帰りになった方がいいって言ったじゃありませんか。さあどうされますか。ここでお帰りになられてもいいんですよ。あなたは恐怖に耐えられなかったようですね。そう、あなたはもうこの屋敷から出られないのですよ。どうやらあなたはこの屋敷が持つ魔力に取り憑かれてしまったようですね。もう出られませんよ。あなたはもう終わりです。この屋敷からもう一歩も出られません。臆病者のあなたは一歩も出られませんよ。わかりました。では次の部屋までご案内いたしましょう。さあここが第二の部屋です。
まだこの屋敷の恐怖は始まったばかりです。お望みとあればまだまだ多くの恐怖を味わっていただくことができます。さあ続けましょう。どうですか、もうそろそろ帰りたくなったんではありませんか。それとも心霊というものをご理解いただけましたか。いや本当に悪いことは言いません。もうお帰りになられた方がいいですよ。どうされますか。あなたは相当に物好きな方ですね。いや、それとも並外れた勇気をお持ちなのか。わかりました。では次へご案内しましょう。おや、あなたはこんなところまで来てしまったんですね。まだこの屋敷の恐ろしさが分かっておられないんですね。それとも心霊の世界を軽視なさってらっしゃるんですか。最初に忠告しておきます。この部屋での話はお聞きにならない方がいいですよ。しかしどうしてもお聞きになりたいとおっしゃるなら、私は話さないわけにはいきません。ではお話しいたしましょう。どうですか、あなたは私の話を聞いてしまって後悔なさっているんじゃありませんか。いや、あなたの目を見ているとどうもそうでもないようですね。あなたは次の部屋に行こうと思っているでしょう。でもそれは本当にあなたの意思なんでしょうか。何か得体の知れない力に操られそうせざるを得ないような気持ちがするだけなんじゃないでしょうか。さあもう一度よくお考えください。あなたは次の部屋へ行かれますか。そうですか、どうやらお引き止めしても無駄なようですね。では次の部屋へご案内いたしましょう。ようこそ、あなたが来るのを首を長くしてお待ちしておりました。といっても私は六六じゃありませんけどね。つまらない冗談を言ってしまいましたね。ここまで来られたあなたに敬意を払い、とっておきの話を準備させていただいております。さあ始めましょうか。どうですか、お楽しみいただけましたでしょうか。まだ次の部屋が残っていますから、そちらにご案内いたしましょう。それとも恐怖に耐えられずにお帰りになられますか。さすがはあなたですね。よくこの恐怖についてこられましたね。ここまで来たのはあなた一人です。さていよいよクライマックスです。ご案内いたしましょう。え、あなたはとうとうこの部屋まで来てしまったんですか。あなたは本当に勇気がある人なのかもしれませんね。それとも強い霊感をお持ちなのでしょうか。もう
止めても無駄なことは分かっています。最後のそして最大の恐怖を思う存分味わっていただきましょう。さあいかがでしたか。怖かったでしょうか。それともこんなバカバカしい話ばかり、そう思いじゃないですか。そう、全くバカげたありえない話ばかりですよね。でも皆さん、こんなバカげた話をこれまでもよく耳にされたんじゃありませんか。伝説、昔話、ちょっとした噂、機会のあるごとに皆さんはこの手の話を聞いているはずです。そういう話のすべてをあなたは作り話、でっち上げだと断言できますか。昔から火のないところに煙は立たないと言いますよね。これらの話の中にはきっと何かの真実が含まれているに違いありません。その真実とは何か、それはあなたがご自身でご判断ください。では最後にお聞きします。あなたは霊の世界を十分にご理解いただけましたでしょうか。それはそれは十分ご理解いただけたということですか。私もこの屋敷を作った甲斐がありましたよ。それではあなたにだけ特別にもう少しお話をお聞かせしましょう。心霊というとそれだけで非常に怖がる方がたくさんいらっしゃいますよね。心霊という世界は我々のすぐそばにあるんですよ。ほら、心霊現象ってことがありますね。それは心霊の現象なんですよ。ですから心霊自体は決して怖いもんじゃないんですよね。なぜならば我々が理解ができていないから、こちらに心の準備がないから怖いんですよ。心霊を少しでも知ってみれば皆さんわかりますよ。心霊とはね、本当は心優しくて穏やかで我々にとっては離れることのない、話すことのできない温かなある世界なんですよ。そう、もしかすると守ってくれるかもしれない、思ってくれるかもしれない、そういう心が集まっているところが心霊なんですよ。だから闇雲にただ怖い、恐ろしいなんていうのはもしかすると心霊に対して大変失礼かもしれませんね。心霊現象知ってしまったらそんなに怖いもんじゃないんです。むしろあなたのお友達と思ってください。私はそれを言いたいんですよ。そうですか。それは残念ですね。やはりあなたを返すわけにはいきません。いかがでしたか。さて、ここで少し趣向を変えてみましょう。次は目で見る恐怖を味わってください。幼い頃の話なんですよ。うちのスタッフの女性なんです。まだ若い子なんですが、彼女が話してくれたんですがね、彼女のその生まれた土地っていうのは埼玉の方なんですが、お母さんもパートでもって週に何日かお仕事してたんですね。で、小学校の低学年の時に今日はお母さんお勤めだなと思うと仲のいい友達の家へ遊び行ったったんですよ。で、そこで遊んでると電話が入って、帰ってらっしゃいって、はーいって、じゃあね、また明日、バイバイって帰ってきた。まあそんな日が続いたんですが、たまたまある日その友人と一緒に帰ってった。この日もその友達の家へ遊び行く日だったんですね。
もう歩き慣れた道ですからいつものように歩いてたと、その友達が、ねえほら、ねえねえねえ、ほらあれあれって指さす。なんだろうと思って見てみた。と向こうにお寺さんがある。もちろんよく知ってるお寺さん。でも指さしてるのはどうもお寺ではなくて、その横のお墓の方らしい。言いながらどん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 行っちゃうから、何何ってついてった。ほらほらあれほらほら、なんだろうと思って行ってみた。お墓がずっと並んでる。ほらあそこって見ると、一つの墓石の前になんかポーンと置いてある。なんだろうと思って行ってみたらば、ほらねっていう墓石の前にまだ新しいお人形さんがポーンと置いてあった。ああ、お人形さんだって言ったら、友達が、ねえかわいそうだね、こんなとこにいたらさ、雨が降ったら濡れちゃうよね、うん、犬が来たらさ噛まれちゃうよね、かわいそうだよねって言うから、うん、どうやらこの人形は気に入ってるらしい。かといってどうも持っていけないもんだから、あれこれ理由をつけてんでしょうねきっと。でも結果的には人形を持っていけないで、そのままお家へ行っちゃった。で、遊んでると電話が返ってきて、はい帰ってらっしゃいってから、はい、じゃあねバイバイ、また明日、さよなら、帰ってきた。とっとっとっとやってきて、ちょうどお寺まで来た時にふっと気になったの。見るとはなくこう見てみた。で、行ってみるとさっきと同じように墓石の前にお人形さんがポツンと置いてある。じーっと見てるととっても可愛い。かわいそうだね、こんなとこいたらさ、雨が降ったら濡れちゃうよねって、人形に話しかけた。答えるわけがない。犬が来たらさ噛まれちゃうよね、かわいそうだよね、お家来る、お家行こうか。もちろん答えるわけがないけれども、そう言いながら抱きかかえちゃった。とってもかわいい。話すのが嫌になっちゃった。で、人形を抱えてとっとっとっと自分家帰ってた。でもなんとなく後ろめたい気持ちがするもんだから、親に内緒で自分の部屋へ持ってって他のおもちゃの隠しちゃった。で、その人形さんに名前をつけて自分の妹にした。そうなると何かの時にその人形とお話をできるし、楽しみができた。だから友達と会えない日でもお人形さん相手に結構いい時間が過ごせたわけですよね。その日もお母さんがお仕事だったんで、お友達の家へ行こうかなと思ったんですが、このお友達の家でも用事があったんで行けない。結果的に自分は一人で帰ってきた。鍵っ子さんですよね。彼女の家はマンションなんですよ。とっ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 と帰ってきた。で、4階まで来た。鍵を開けて中へ入る。で、自分の部屋行ってみるとお人形さんがいるんで、今日はねこうでねああでねってお話してた。ふっと窓を見てみるとどん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 曇ってくる。暗くなって雨がポツリポツリ降り始めた。外へ遊びにも行けないし、しょうがないからお家でもってお人形さんと遊んだと、そうこうしてると電話が鳴った。あ、お母さんかなと思って、はい川崎です。舞ちゃん、知らない女の声がする。はい、あなた妹と一緒に帰ったわよね、これから行くわ。ガチャンと切れちゃった。なんだか分かんない、なんだろう今のは一体。でもまあいいやと思ってまた遊んでた。しばらくするとまたドゥルルルッドゥルルルッ、電話が鳴った。はい川崎です。舞ちゃん、お、さっきと同じ声。今ね、あなたの家のすぐ近くまで来てるの。これから行くわ。ガチャンと切った。弱っちゃった。知らないお姉さん来るって言ったってお母さんいないし、どうしようかな、弱っちゃったなと思いつつ、ん、なんか嫌な予感がした。妹と帰ったってもしかすると人間のことかな。じゃあこれから来てお姉さんに怒られるのかな。お母さんにバレちゃうし、でも嫌だな、怖いな。でもなんか違う、子供の中になんか違う。うわ怖いな、お母ちゃん帰ってきてくれないかな、どうしようかな、弱っちゃったなと思った。そうこうするうちまたプルルルップルルルップルルルッ、怖いから出ないとプルルルップルルルップルルルッ、ずっと鳴ってる。お母さんかもしれないから、はい川崎です。舞ちゃん、はい、今ねあなたのお家のマンションの玄関のところにいるの。これから行くわ。ガチャンと、うっ、怖い、どうしよう、怖い、なんか知らない人がやってくる。どう考えても普通じゃない。子供ながらにも怖いよ、お母ちゃん帰ってきて怖いよ、なんか怖いよ、お母ちゃん帰ってきて怖いよ、怖いよ怖い怖い、怖いけれどももう逃げるわけじゃない。相手はマンションの入り口来ちゃった。
怖いよ怖いよと。トゥルーットゥルーッ、また鳴り出した。出るもんかと思った。トゥルーッ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 、ずっと鳴ってる。お母さんかもしれない。はい、舞ちゃん、今ね2階にいるの。あなたのお家4階ね。これから行くわ。ガチャッと、もうそこまで来てる。どうしていいか分かんない。怖いよお母ちゃん、怖い、帰ってきてお母ちゃん、帰ってきて、怖いお母ちゃん、帰ってきてお母ちゃん、怖い、お母ちゃん、怖い。で、待って、ドゥルードゥルードゥルーッ、鳴った。うわー、出たくない出たくない。でも電話はずっと鳴ってる。お母さんかもしれない。はい、舞ちゃん、はい、今ねあなたのお家の玄関の前にいるの。これから行くわ。ガチャンと来た。すぐ目の前が玄関。もうその向こうにその人来てる。怖いお母ちゃん、怖い、帰ってきてお母ちゃん、怖い。逃げるわけにもいかないから、そのままガタ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 震えてる。お母ちゃん怖い、お母ちゃん怖い、おばあちゃん、ドゥドゥドゥってなった。どうしていいかわからない。ずっと鳴ってる。と思ったけど、お母ちゃんかもしれないから。出ると。舞ちゃん。今ね、あなたの後ろにいるの。ガチャンと。怖さと思って涙ブーってした。と思った。怖いけれども仕方がない。ゆっくりと後ろを見ると、体の小さい、色の真っ白な、人形のようなお姉ちゃんが立ってる。じーっと舞ちゃん。泣きながら舞ちゃんもじーっと見てる。あなた妹欲しい？泣きながら、うん、どうしても欲しい、うん、だったらあなたの命ちょうだい。そのまんま記憶が遠のいて失神してしまった。後でお母さん帰ってきて気がついた時には人形はなかったそうなんです。でも人形のことをお母さんには一言も言わなかったそうですかね。子供の頃の不思議な体験だそうです。